こんばんは、幕末村のチャンネルでございます。いやー、なかなかコロナが収まらないですね。今日はね、去年の3月10日にデビューいたしました、沖縄の演歌のホープ石原まさし、彼のことをちらっとお話したいと思います。去年ね、3月10日にデビューしましてね、4月5日にはね、デビューコンサート、うるま市民芸術劇場っていうところで、やる予定だったんですけれども、まあ例によってね、コロナがいろいろと問題になってできなくなり、でその後またね、何ヶ月か後にやろうと思ったんですが、またできなくなり、伸び伸びでですね、それで実はまだできないです。で予定はね、来月、4月の17、18、2日間にわたってね、やることにはなっております。ただね、ちょっとこのところやはり、コロナがねまた、多くなってきてるんでね、難しいですね。まあいい形でとにかく、できればいいなと思っておりますけれども、彼はねすごいですよ。私はね、たまたまカラオケのね、大会で、まあ、私が審査員やっててですね、それでまあグランドチャンピオンにしたんですけれども、まあ、大阪の新歌舞伎でやった、全国縦断歌謡フェスティバルという、大会だったんですけれども、まあとにかく、群を抜いてましたね。まあ今年はね、高校になって、今高校1年ですけれども、まだ16歳ですかね。それで去年デビューいたしましたね、タバル白山草枕という、ちょっと歴史ものの歌なんですけれども、やっぱりこれなんかはね、こう YouTube で上げてるんですけれども、約2万回くらい来てるんですね。それでまあ YouTube もね、ずっと去年デビューして何もねできなくなっちゃったんで、まあ YouTube でも始めないといかんじゃないか、何もしなくちゃしょうがないんでということで、やらしたんですけれども、だから去年の8月くらいからですよね、始まったのが。でまあ本当にね、熱心に、何曲も上げてるんですけれども、まあすごいのはね、まあ曲によってですけども、そのまあ視聴回数っていうんですかね、それが結構ね、例えば柿の木坂の家とかね、これはもう8800くらい来てるんですよ。それから北国の春とかね、これは7100くらい来てるし、それから誰か故郷もあざる、これも7000超えてるし、それからいろいろあるね。とにかく全部ね、5000超えてるのがたくさんあるんですよ。あとはもうほとんどね、4000だ3000だ2000だって、視聴回数が多いもんですから、まあこれは本当に逸材でございますね。それとやはりいろんな皆さんからねコメントいただいておりましてね、やっぱりこのコメントがね、やはりコメントのその回、なんていうの、こう数ですね、これは際立って多いですね。それで皆さんね、非常にこう期待しておりますので、で私もね、これはもう本当にまあ、間違いなくそんな時間かかんないで、世に出そうと思っておりますので、またぜひ石原まさしを応援していただければと思っております。いろんなこれからですね、マスコミ対策もさらにやってきますので、一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。